はい、ということで先週に引き続き我々、前村雄大とそしてひるきけんじがお届けするトライフープ岡山公式 YouTube チャンネルから、はい、ということで、まあ、先週は、まあ、B リーグの選手が、どんな生活をしているか、そしてあとはこの BJ リーグ、NBL、JBL、そして B リーグとこうなっていく移り変わりみたいなものをこう僕らの目線からお話をさせていただきましたけれどもね、そう考えると僕らももう若くはないですね。若くないですよ、全然もう35 33 、うん、これ33の頭じゃないです。いや33ですよ、これは。これ33の頭。これ33。ああ、なるほど。え、ケンジさん33の時これでした。僕は33の時はもう切ってますね。2年前なんで富山ですね。はい。多分なんか下ろしてるのにチャレンジをして、みんなにすごい大ヒーローになってると。なんかもうあのあれ昼顔の人。斉藤、そう、ああいうなんか濡れっぽい男性目指してみようと思ってでやったらそれは斉藤匠だからセクシーなんだっていう話になってひるきけんじがしたら違うと、そうだから結構俺そういうパターン多くて、あの昔ね20何歩大学アメリカ行ってたんだけれどもの時にあの窪塚洋介がスキンヘッドにしてたじゃん、はい、であとジャスティン・ティンバーレイクっていうかっこいいアメリカのアーティストもいるんだけど、はい、スキンヘッドにしてたわけ、これだとスキンヘッドにしてたわけで、俺当時あのバイトでバーテンやってたんだけどスキンヘッドしてたんですか、そう、いやいや違う聞いてでバーテンのバイトしてたからこれ絶対いけるわと思ってシュッとこうなんかスキンヘッドにしてパリッとみたいなバーって行ってやってもう沿って行ったしたらもう大爆笑みんなお前それバンダレーシューバだからって言われて全然思ってたんと違うみたいな、だから自分はそんなに綺麗な顔をしてるわけじゃないっていうところをそこでもうあのなんかこうすごい実感しちゃってまあ、みんなにバレないように家に帰ってこっそり風呂場で泣くよねそれが2回目泣いた時ですか、それオールで言って悔しいです中本さんにやられて中本さんに手も足も出ないって東芝のねその話は多分入ってないでしょだってあの東芝の中本さんに僕がオールデーというストリートの大会で手も足も出なくて人目もはばからずに泣いてしまったというお話があるんですけど、はい、それはまあまたいつかということで、はい、そんなおじさん2人でお届けしておりますけれども、あの実は今我々少し特殊な状況でして、はい、まあ、先ほど選手の1日というふうにお話をさせていただきましたが、実は我々フロント業務もさせていただいております。まだまだトライフープ岡山あのビッグクラブではないので、あのいろんな人間がさまざまな役割をこなして、で皆さんにやっとこう試合であったりとか楽しいものをお届けできるかできないかみたいな、そういったところで勝負をしているので、まああの大変ではありますけれども、まあ仕方がない部分もあったり、でもやりがいはあるね、はい、結構ね、まあ、僕であればこの選手取ってきたりとか選手の環境を整えたりとかってすることが結構僕の、あの仕事のメインではあったりはするんですけれども、やっぱそういったところで選手のこう口から、いや、まあ、フロントの人たちがあれだけ環境を整えようと努力してくれてるからやっぱり頑張りたいっていうようなことをこう人伝いで聞いたりすると、あ、やっぱりその選手のためにこう何かをしてあげようと思うっていうのはやっぱり間違いではないし、それが結果的にいつか、ね、勝ち負けっていうのに現れるのかなというふうに思って、あのやっぱ主役は選手ですからね、うん、あのもうそれは普遍の事実だと思いますし、選手が、ね、勝って地域の皆さん巻き込んでみんなで喜んだり泣いたりしてっていうのがプロスポーツの素晴らしさだと思うし、それは僕のやりがいではありましたね。雄大はあれだよね、会場作りとかを結構、そうですね、うん、会場作りであったり会場作りであったりいや、よそにも出てる営業も行ってるじゃん、営業も行ってません、まあ、僕らのやっぱプロスポーツチームのこう強みを生かしてこう、うん、岡山の企業さんとこう僕らの
こうできることと、うん、企業さんできることを一緒に協力して、うん、岡山県をこう一緒に盛り上げていけるようなこう活動するためにこう日々、うん、アポを取って、うん、出向いてお話をして、時には断られ断られ、もう大変な一日を送っておりますでもあれですね、これはまあ僕も今ゼネラルマネージャーさせていただいてるんで把握はしてるんですけれども、うちはやっぱりプロスポーツチームって企業のバックアップなしではやってはいけないんですけれども、昔であればもう協賛お願いします、スポンサードお願いします、で、はい、じゃあお金出します、出しませんで終わりっていう話ではあったんですけれども、僕らがすごく今意識してることっていうのは、その企業さんが僕らを通じてもっともっとこう地域にアプローチ、アクションを起こせるっていうことはやっぱりすごく意識をしてて、やっぱり僕らまだ小さいクラブで、ね、3000人近く入った試合もありましたけれども、入らない時には何百人っていうこともありますし、企業からするとやっぱりその広告宣伝っていうだけではやっぱり僕らはその役割っていうのはまだこう全うできてない、うん、だしそこが本質じゃないなというふうには思う、ね、うん、多分企業さんもどうしてもやっぱ企業っていうこの言葉自体がね、地域の方々、一般の方々にはどうしてもこう固いものであったりとかお金がちらついたりとかっていうのがあるかもしれないけれども、実際企業さんとかも岡山県内であったりとか地域にいろんな影響を及ぼしたい、もっとみんなを元気にしたいっていうこう熱い思いを持ってる方々がすごくたくさんいて、そういった人たちと地域をこうつなげるのが僕らの役割ではあると思いますし、だからもうただ単にここ胸出してもらって終わり、もうズボンには名前入れてもらって終わりとかそういうことではなくて、もっとこういろんな取り組みを、うん、今実はこの会社さんがこんなに面白いことを地域の人たちのためにやってるんだよ、地域の人たちであればこんなにお得にあなたたちの生活が豊かになりますよみたいなことを結構いろいろ企画であったりとか打ち出してるんですけど、なかなかこう皆さんに知ってもらえてないだったりとか、このその窓口を僕らがもっともっとこう広げてあげてコミュニケーションを取れるようになっていけばなって、そうすると僕らももっとクラブとして大きくなれますし、ね、企業さんもやっぱり地域の方々に応援される企業でありたいと思いますし、ね、地域の皆さんは生活がもっと豊かになるというところで、みんながもうウィンウィンのウィンですね。ウィンウィンのウィン。そうです。ウィンウィンのウィンです。ありよりのありです。ありよりのなしよりのなし。なしよりのなしではないです。ありなんです。なんで、まあそういったところも僕らは意識はしてやってるので、こうね、まだまだ、本当にね、B1 のトップクラブと比べると、こう、まだ勉強中なところはありますけれども、それでもやっぱり、思いを持たなければ、それは、やっぱりお粗末なものになってしまうだろうなというところで頑張らせていただいておりますので、地域の皆様、今後とも応援よろしくお願いします。はい。といったところで、フロントの仕事、まあ僕もやっぱりトライフープ岡山に来て、まあ熊本とか、北海道、あとは富山の時にもちょっとお手伝いぐらいはしてましたけれども、僕もやっぱ本格的にフロント業務をするようになったのはトライフープ岡山に来てからで、まあ雄大もそうだね。何か感じたことはありますか、フロント業務をするにあたって、選手だけだった時とは違って。だ結構いろんなところで言ってるんですけど、やっぱ選手がこうバスケットだけやってる選手がこうフロントがこういうことをやってるっていうのを知らないでやってた時と、知ってやる分じゃその選手としてのこう取り組み方も多分変わってくると思いますし、っていうのは例えばフロントの人たちが準備をどれだけしてくれてるかとか、そういったところ、設営とか撤収に関しても、もう選手だけしてた時は全然目も向けてなかったですけど、自分で一回やるともうどんだけきついのか大変だよな、あれな、もう たった土日の2試合をこなすだけにもうどんだけの時間を割いてるのかとか、具体的になんかどういったことがすごい大変だったとかありますか？養生シートでしょ養生シートは大変養生シートも大変まあけど今僕がやってるのは結構ある程度こう事務所のねこう吉田くんとかこうボスたちがいろいろこう材料はもう用意してくれたのを俺らはこうやるだけだから、
まあ、肉体労働的にきついとこは分かってるけど、もっとその以前のところで準備してる人たちがいるっていうのを、また選手はね、もっと知ってほしいな。控え室があって、チアがあって、ボランティアさんがいて、スタッフさん、もちろん演出業者さんも入ってきますし、審判の方々もアテンドしなきゃいけない。その他にも、VIP のゲストとかもアテンドしなきゃいけない、スポンサー様に対しての対応を誰がするのかっていう割り振りとかも決めなきゃいけないとかっていうところで、本当にそれの一個どれでもかけるとすごく失礼なことになってしまったり、まあ興行としてあまり良くなかったりね、例えば演出業者さんとかチアさんとかを十分に環境を整えてあげることができなければ、それはね、環境じゃないな、関係が悪くなってしまって、じゃあもうやらないよっていうことになってしまったりとか、僕らのゲームに対しての入れ込み方がね、もしかしたらそんなに強くないものになってしまうかもしれない。でも、とはいえ、逆に僕らが彼らをもてなすであったりとか、彼らをすごく大事にしてあげること、それはレフリーにしても、チアにしても、ボランティアにしても、外注スタッフにしても、何でもそうだと思うんだけれども、僕らがしっかりもてなすことを、彼らの環境を整えてあげることを、彼らに親身になってあげることっていうのは、彼らをやっぱりもっともっとこのトライフープ岡山っていうものに巻き込めるし、本当だったらそこまでやんなくていいのにみたいなところを、今やっぱり僕ら、外注スタッフさんとかも言ってしまえば違う会社じゃないですか。でもすごく、そこまでいいのにいいのにって思うようなこととかも、アイディアをくれたりもそうですし、人的時間であったりとか労働力っていうのをこう割いてくれたりとか、やっぱりそういうのはなんか思いっていうのはあるんだろうなというふうには思いますよね。12時になりました。お時間大丈夫ですか？行かないといけないですね、私。それこそ本当に今からお仕事が入ってるので、はい、今から保育園で子供たちとパプリカを踊って、パプリカを踊ってきますじゃあ、前村選手にはこの辺で一度、退場していただいて、はい、というかここで切りましょうかね。もう十分喋った、もう飽きたでしょ、僕らの顔二人見るのね。ということで、前半は B リーグの選手、が一日どんな生活をしているか、あとそのまま B リーグ、になるまでの様々なプロリーグが日本ではありましたけれども、それの移り変わりなどをお話をさせていただいて、後半はどちらかというとこう僕らがフロント業務、どういったことをしているのか、フロントの業務に一度携わるとこう選手の時には気づかなかったこと、どれだけのこう思いであったりとか時間がこう割かれて、あの会場が出来上がってるんだっていうことを、フロント仕事を通じて初めて痛感したといったところでございます。僕らトライフープ岡山では、フロント業務に興味がある方っていうのもこう随時募集はしておりまして、非常にやりがいのある仕事ではあると思います。決して楽だとは言いません。かなり大変ですし、スケジュールもやっぱり平日お仕事して休日週末は休んでっていうようなスケジュールでは動けないので、そこはかなり苦労するとは思いますけれども、やりがいっていうのは非常にありますし、このやりがい詐欺みたいなところっていうのはうちは会社ではやりたくなくて、頑張った人に対してはそれだけちゃんと報酬であったりとか待遇っていうのも変えていかなきゃいけないなっていうふうに僕らは非常にクラブとして大事にしてます。今でもまだまだこう B リーグのクラブの中でもフロントのスタッフを大事にしないで選手にばっかりお金をつぎ込むクラブがあるんですけれども、僕らはそれは順番は決して順番というかやり方が決して正しいなとは思わないので、やっぱりフロント選手、現場スタッフどれが抜けてもやっぱりクラブとして成り立たないですし、どれもみんな大事な家族で育てなければいけないなというふうな思いをやってますので、気になる方はぜひぜひ、ホームページ、もしくは、SNS 等でトライフープ岡山の方に連絡をしていただければなというふうに思います。はい、長くなりましたが前後半にわたってお届けしました、YouTube、トライフープ岡山公式チャンネル、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひとも皆さんグッドボタンの方ですね、あとはチャンネル登録の方、気に入っていただけましたらしていただけると、こう我々スタッフ選手のモチベーションになりますので、ぜひとも皆さんのワンクリックで僕らを支えていただけたらなというふうに思います。それでは皆さんまた来週、バイバイ、やりらひー